広告で変なゲーム見つけてしまいました。あなたは良い県民ですか？右腕をたくさん振ると、体がどんどん大きくなるゲームみたいですよ。意味わかんないよ。リフティングヒーロー。まずは性別を選択。性別選べるスマホゲームって珍しいな。ボーイで行きましょう。最初はしょぼいので、鉛筆。鉛筆を振るとマッスルポイントが溜まり、体が少しずつ大きくなります。そしてマッスルポイントは札束と交換。お金もらえたけどガリガリに戻ったぜ。お金が溜まったので、次は鉛筆から、木の棒にチェンジ。木の棒のが重いから、一度にもらえるマッスルポイント多いぜ。また、お金はアップグレードで、スピード、ポイント倍率、オフライン報酬アップにも使えます。ひたすら鍛えてお金を貯めて、どんどん効率よく筋トレすることを目指すゲームだぜ。オートクリックオファー。何やら指で、股間のあたりをちょんちょんしてます。これはどういうプレイ？オートでクリックしてくれるだけだろ。実際は、かなり遠くでちょんちょんするだけでした。期待外れですね。何を期待してたんだよ。リフトバトル。ボトムってなんだよ。こちらのボーイはボトル、相手のボーイは VR ゴーグル。25秒間でどっちが大きくなるか競います。圧倒的に差が開きすぎてないか？ボトルはプラス36マッチョ、VR ゴーグルはプラス14マッチョ。最初から勝負は決まってたんだ。勝利。ついに、ダンベルを手に入れました。いいから。ダブルハンドオファー。おお、これでついにまともな筋トレ、ダンベルリフトができるようになりますよ。一瞬で大きくなりすぎだろ。ダンベルリフトをやれば、人間は大きくなります。常識ですよね。この成分は不拡大すぎるけどな。だんだん大きくなりすぎて、ダンベルを持っているのかわからなくなってしまいました。確かに、もう持ってるようには見えないな。ダンベルは右手に埋まってしまいました。大きなバーベルを手に入れました。これもまともな筋トレができるぜ。さすが、ダンベルより効率いいですね。バーベルって片手で持つもんじゃないけどな。バーベルはダンベルよりとっても大きいので、筋トレして体が大きくなっても消えません。本当にそうなのか？バーベルも右手に埋まってしまいました。リフトバトル、やっていきましょう。アヒルじゃねえか。筋トレをすれば、この大きなアヒルより、簡単に大きくなれます。本体の人間がアヒルになったかと思ったぜ。対戦相手のアイテムはボート。しかしこちらは巨大なアヒル。ボートのが鍛えやすそうだけどな。いやいや、筋トレをするなら巨大アヒルですよ。巨大アヒルのすごいところは、右手から消えない。こんなにサイズ小さかったら筋トレの効果なさそうだけどな。確かに、だんだんと大きくなってる感じがしなくなりましたね。モービルやヘリコプターより高いからな。対戦相手のボートは追い上げもしてこないから、この勝負、勝ったぞー。